こんな動画見てるような人ならもう絶対知ってると思うんですけど、今日アーキア公式からすっごい告知があったんですよ。それがこのリンクプレイ 2.0 を祝したロワイルスタッフとのリンクプレイ。9月13日と14日の2日間、スタッフバッジをつけたロワイルスタッフが公開リンクプレイに出現し、マッチングすればかけらボーナスを獲得できるというものです。いや、これめっちゃ嬉しい。公式の人間と対戦できるって、こんなのワクワクしないわけがないんですよ。もうかけらボーナスとかなくても全然よくて、なんならかけらマイナス9000くらいされたっていいと思ってます。ただこの企画、いくつか気になる点があります。まず一つ目が、ロワイルスタッフって具体的に誰で何人くらいいるのかということ。告知の参戦スケジュールを見たらわかるんですけど、スタッフと会える時間がそれぞれ7時間、7時間、4時間と、かなり一つの時間帯が長時間なんですよ。さすがに7時間もぶっ続けでやるってのは頭おかしいので、時間ごとに会えるスタッフは決まっていると思うんですけど、ロワイロってそんなに人いなくないですか？ロワイロの公式サイトを見てみると、従業員数ってだいたい10人から20人くらいしかいないらしいんですよ。その中でも表に出てきている人って、ガイさんと譜面制作者の人たちとヘキサさんくらいしかいないので、多分出れる人10人いるかいないかだと思うんですよ。それで一つの時間帯に参戦しているスタッフが1人ってのはさすがに考えづらいので、まあ一つの時間に3人から5人くらいだとすると、その人数でこの計18時間のシフト回すのってなんか結構辛くねと思いました。なのでもしかしたら、このスタッフずっとアーキャやってねみたいな事象もあるかもしれないと思いました。2つ目がマッチングシステム問題。確か自分の記憶する限り、アーキア公式の人間ってポテンシャルが高い人しかいなかった気がするんですよ。特に譜面制作者の人たちはポテ平均 12.8 ぐらいあった気がします。それで今の公開リンクプレイのマッチングシステムって、できるだけポテンシャルが近い人とマッチングするようになっているので、その仕様のせいで紫ポテとか赤ポテの人が公式の人とマッチングできないんじゃないかという疑惑があります。まあ人が少ない場合はポテンシャルが全然違う人とマッチングすることもあるんですけど、公式の人間が参戦している時間にマッチングかするなんてことは絶対ありえないんで、ポテンシャルが高くない人たちはマッチングできないみたいなことが普通にありそうなんですよね。当日スタッフとマッチングしたってスクリーンショット投稿した人がみんな2星とか3星だったら、なんかちょっとグロくないですか？公式スタッフだけポテンシャル関係なくマッチングするようにしてあるのか、それとも自分が知らないだけで意外と紫ポテとか赤ポテのスタッフもいるんでしょうか？ここが一番気になってます。あともう一個心配してることなんですが、スタッフが参戦してる時間にリンクプレイ潜る人は、スタッフとマッチングしたいと思って潜る人が大半を占めると思うんですよ。そしたらスタッフとマッチングしなかった場合、即抜けする人が続出して、普段のリンクプレイがまともに遊べないんじゃないかという懸念です。まあこれに関してはアーキアミンのモラルを信じるしかないし、最悪1日だけなんで、まあ大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、部屋に入った瞬間抜けられるのって結構メンタルにくるんで、できればスタッフがいなくても1曲くらいは遊んでってほしいなって思います。まあいくつか気になるところがあるロワイロスタッフと遊べるリンクプレイイベントですけど、個人的にはめちゃくちゃ楽しみです。もう今からマッチングしたら何の曲投げようかなっていろいろ妄想が止まりません。ちなみに自分はナイトロと会ったら ESM、 トースターと会ったらステイシスを投げてマヤスタンプを連打しようと思ってます。それでは今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。